こんにちは、こんばんは、ちまです。暑い日が続きますね。外出する際は日焼け止めを塗って外に出るのですが、最近はとても汗をかくので日焼け止めの効果があるのか心配になります。また日差しが強すぎるので熱中症対策に帽子や日傘も使用しています。皆様も外出する際は熱中症に気をつけてくださいね。今日話するのは岩井啓也さんの永遠についての証明です。三ツ谷亮司は天才的な数学の才能を持っています。彼は特別推薦生として入学した大学で熊沢雄一と斉藤佐奈と出会います。類稀な才能を持つ亮司に2人は引きつけられ、3人は共同研究で画期的な成果を上げます。けれども亮司の他の人には理解できないほどの才能は周囲の人々の人間関係を歪ませていきます。周りから人々が去っていき、孤独の中酒に溺れながら亮司は数学に没頭し、未解決問題コラッツ予想の証明と思われるノートを残します。出会いから17年後、ノートを手にした熊沢は荒んでいく亮司を知りながら突き放した食材を胸にノートの解析に挑みます。それぞれの立場の人々の感情の揺れ動く様が描かれた物語です。第9回野生時代フロンティア文学賞受賞作です。岩井啓也さんの永遠についての証明を読みました。物語は6年前に亡くなった三ツ谷亮司が残した300ページ以上にも及ぶ以下にコラッツ予想の肯定的証明を示すと書かれた研究ノートの存在から始まります。亮司は数学に突出した才能を持っていました。数学を知覚することのできる数学があり、その才能を見出した高校の数学教師の計らいで小沼教授を介し、特別推薦生として大学に入学します。亮司の数学の才能を理解してくれる小沼教授との出会いは亮司に大きな影響を与えました。そしてその大学で同じ数学を学ぶ特別推薦生の熊沢雄一と斉藤佐奈と出会います。数学以外に興味がなく友達のいなかった亮司にとって、彼らは数学のことを話し合うことのできるかけがえのない友達になります。小沼教授のもと亮司は彼らと共同研究を筆頭執筆者として発表し、画期的な成果を上げます。そうした中、恩師である小沼教授が理学部から国数研に移り、熊沢や佐奈とも徐々に距離が生まれていきます。教授が亮司の才能に触発され、もう一度研究に没頭したいと転籍したり、数学を通して友情を築いていた彼らが自分にはない数学的才能を持つ者に対する嫉妬心などにより、その関係が歪んでいく様は理解できなくはありませんが、類稀な才能を持つ者の孤独感を痛いほど感じました。才能が他の人には理解されない範囲にまで行くと、周りから人は去っていき、天才がゆえの孤独が訪れるのでしょうか。言い知れぬ孤独の中、亮司は数学にのめり込んでいきます。誰にも理解してもらえない孤独感から逃れるためには、そうするしかなかったのでしょう。そして深い孤独の中、アルコールを飲めなかった亮司が数学に没頭するため、アルコールの力を借りるようになります。そうした荒れた生活を続けるうち、亮司はアルコール中毒になってしまいます。それでも亮司は数学を追求し続け、孤独の中研究のノートを残し、肝硬変のため亡くなります。そのノートは亮司と出会ってから17年後、遺族から熊沢に託されます。かつて熊沢は亮司の数学の才能を目の当たりにし圧倒され、亮司とは別の分野の数学に進み、
領事の荒れた生活を知りながら自分の生活を守るため領事の助けを無視して領事を突き放しました。熊沢はそうした過去に領事を追い詰めて殺したのは自分だと強い贖罪を感じていました。その後悔を胸に熊沢は領事の残したノートに挑む決意をします。それから領事の数学への思いの詰まったノートの解析に向けた戦いが始まります。熊沢は自分の選んだ分野が領事のノートの解析の鍵になっていることに気づき、発表に向けて理論を組み立てていきます。その様はかつての領事を彷彿とさせます。熊沢は領事の証明の解析を発表する最中、領事とはもう意思疎通ができないことを感じ、彼が亡くなったことを実感します。熊沢の渾身の力を込めた発表の描写は作者の描写力に圧倒され、熊沢以上に作者の領事に対する熱い思いを感じました。領事の生きた証は残り、数学を通して疎遠になってしまった彼らがようやく数学でつながりました。そのことによりより一層領事には数学者として生き抜いてほしかったと思いました。天才数学者の孤独、苦悩、葛藤の末の壮絶な死の後、これから生きていく人々にとって希望の見出せる終わり方に救われた思いがしました。読み応えのある一冊でした。今日が幸せな一日でありますように。